おやつ代わりに納豆を食べるぐらい納豆が大好きだったので、母から納豆娘と呼ばれています。最後の晩餐は炊きたてのご飯と納豆と決めております。毎日召し上がりますか？私は食べます。夜ご飯に。夜ご飯に。はい、嬉しい。嬉しいね、バカ。嬉しい。
マジ？なんかちょっと寝た。今日は7月10日ネバだけども、うん、何の日か知ってるネバか。